はい、レントルボーです。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファイのカスタムを配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回なんですけども、私のね、車オプションではですね、ミラーの方デジタルインナーミラーを選択しておりませんというのはですね、もともとドライブレコーダー機能のついたデジタルインナーミラーの取り付けを予定しておりましたので、あえてね、オプション設定しておりませんでした。で今回ねご紹介する製品なんですけども、私ずっとね、20の時から愛用させていただいているメーカーさん、マックスウィンさんですね、こちらの製品を取り付けしていきたいと思います。ね、型式的にはですね、2種類あります。でこれはリアカメラのね、機能が違うパターンがありますので、これは皆さんの好みによって選択していただければと思います。まずね、今回私が選択したのは MDR-C003B2 っていうタイプですね。これはですね、何が違うかっていうと、リアカメラが車内設置専用品みたいな感じになっております。で車外と車内両方とも使いたい場合は、この MDR-C003A2 っていうやつですね、 A と B の違いがありますので、ここのね違いだけご注意ください。で今回の商品の、特徴として簡単にねご説明していくんですけども、まずね純正ミラーをごっそり外してしまって、今回の商品をポンと取り付けする形になりますので、よくね純正ミラーの方にゴムバンドで固定する、ミラーのタイプがあるんですけども、それとね違ってパッと見が純正品に見えるというメリットと、で外から見るとどうしてもゴムバンドが丸見えなんで、そこがね見た目の問題っていうのが気になる方がいらっしゃると思いますので、そういった方にはねおすすめな一品かと思います。でステイがですね350車種以上展開されておりますので、ほぼほぼ国産車の車は問題なく取り付けできると思いますので、今回もね40アルファードベルファイア用のステイをね、付属してくれてますので、それをね使うことによって、簡単に取り付けできるということになります。で今回のミラーのサイズなんですけども、約10インチ、9.88 インチありますので、ほぼほぼ純正ミラーと同じ大きさかなと思いますので、パッと見にね、電源が入っていなければ普通の純正ミラーに見えると思います。でアルファードとかね、今の車っていうのはフロントにね、純正のカメラがついておりまして、安全、性能ですねに対するカメラとかいろんなものがついてて、結構大きなボックスがついてますので、ミラー側にカメラがついてるやつっていうのはどうしてもね、そのボックスが映り込みをがあって、で死角ですね、完全に死角はできちゃうんですけど、今回フロントカメラは完全にね分離式になってますので、お好みの場所にねフロントカメラを設置することも可能です。でまたね、フロントリアカメラともに上下左右の反転ですね、カメラを反対につけると、画面が逆になっちゃったりとかすると思うんですけども、ボタン一つで反転することが、左右反転とかね、上下反転できますので、どういった車種でも、どういったカメラの角度でも取り付けすることが可能になっております。で画質に関しては前後ね、ともにフルハイビジョンになっておりますけども、フロントに関しては 2K ありますので、画質に関してはね、特に問題ないと思います。ね、あと白飛び補正ですね、 HDR という言葉はよくねドライブレコーダーの中にはあるんですけども、夜間ですねナンバープレート、白のナンバープレートにヘッドライトを照らしてしまうと真っ白になってしまってナンバーが読み取れなくなってしまうんですけども、その補正機能ももちろんついております。であと GPS がもともと内蔵しておりますので、これはですね、専用のソフト、無料のソフトがあるんですけども、そのソフトとリンクさせることによって、実際の映像と地図の映像とリンクさせて、表示させることも可能ですので、万一の事故の時にね、どの場所で何があったかっていうのはね、そういった確認ができるかなと思います。でもちろん皆さん気になるところなんですけども、地デジへの対策ですね、よくねドライブレコーダーつけたことによって地デジが映らなくなってしまったとかね、そういったことがあると思います。ちょっと前の方で言うと地デジじゃなくてワンセグに切り替わってしまったりとかっていうね、30でもあったんですけども、そういうことも全て対策済みなんで、テレビに関する影響も全くありませんし、でもちろんね駐車監視モードもね今回ついてますので、駐車中のね録画っていうのも全て行ってくれますので、ほぼほぼね今必要である機能は満載になっておりますので、おすすめな一品だと思います。で毎回ねドライブレコーダーのレビューに関しては、取り付け動画っていうのはね、シーンっていうんですかね、取り付けのシーンはどうしてもねデータ上スキップされている傾向がガクッとね、もう本当に取り付けシーンはいらないんだっていうデータが出ちゃってますので、今回のアルファードに関しても取り付けの作業は
全部割愛させていただきたいと思います。ただですね、40に関してはですね、まあ、初めてのねドライブレコーダーということなんで、要所要所のポイントだけ完成後の模様を皆さんにねお伝えして、で分からない場合はですね、どんどんコメント欄で質問していただければね、下のコメント欄から質問していただければいいと思いますので、まあ簡単なポイントポイントだけはね完成後の動画としてシーンを撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずね、この中身とですね、オプションの商品もありますので、それを見ていきたいと思います。はい、それではですね、開封していきたいと思います。ちょっとね、箱が豪華なんでね、毎回ね、マックウィンさんね。はい、ではですね、まず説明書ですね。まあ、完全に日本語表記のね、説明書が入ってます。で、一応型番が2つ入ってますので、まあ、これはね、A と B、まあ、これはイデアカメラの違いだけなんで、ご注意ください。まあ、基本的に製品、本体は一緒だと思いますね。で、まずこちらからいきましょうか。多分、配線関係だと思うんですけども、こうずっしり入ってますね。はい、まずね、ミラーからリアカメラへの延長ケーブルですね。これ今回がね、一番大変な作業だと思うんですけども、あとこちらが電源ケーブルですね。で、今回はシガーソケットから取るタイプではなくてですね、助手席の足元にヒューズボックスがあるんですけども、そこからこちらは何になってるのかな、常時電源とアクセサリーですね、ACC と赤線が ACC、ね、黄色がバッテリーなんで、常時電源ですね。で、あとアースですね。これを取って、で、あとリアカメラとの接続かな。リアカメラとか、ミラーからの接続線がついてますね。で、あとなんかたくさん入ってますね。カメラ関係ですね。まあ、あとあれですね、配線隠すカバーとか、まあ、ドライブレコーダーついてますよっていうね、これマグネットですね。で、あと、出てくる。あ、一応標準のステーですね。一応標準のステーがついてますので、これできる場合はこれで OK かなと思いますね。で、後からね、ご紹介しますけども、アルファド用のね、ステーもありますので、ちょっと形を見比べたいと思います。はい、続いてですね、カメラ関係ですね。カメラ、2つ出てきましたね。形的にはね、同じような形ですね。フロントとリアとね、まあ、今回私、車内専用タイプを選んだんで、こういった形状ですね。こんな感じで、まあ、360度ぐるぐる回るので、まあ、極端な話ね、フロントカメラをね、内側に向ける人は少ないと思うんですけども、これをね、360度回るということは、まあ、車内も、撮れるということなんで、これは、その時のシーンに応じてね、取り付けした後、ぐるぐる回せますので、まあ、その画角に関してはね、お好みでいけると思います。あとこちらですね、一応オレンジ色の差し込み口があるんですけども、こちらですね、一応オレンジとオレンジっていう感じで、フロントカメラはこっちに繋いでくださいねっていうことで、まあ、これがフロントカメラだっていうことが分かりましたね。ここにフロントカメラと書いてますね。ちゃんと書いてくれてますので。で、リアカメラはリアカメラですね、この延長ケーブルに繋げる感じですね。はい。まあ、これカメラですね。あとは何ですかね。なんかたくさん本物がありますね。あとは配線を固定するものとかかな。はい、なんか固定するようなカバー関係ですね。カバー関係と、あと、液晶部分をね拭き取るマイクロファイバークロスで配線止めですね。で、これが一応小物関係ですね。それではですね、メインディッシュのミラー本体ですね。あ、結構軽いですね。思ったより軽いですね。はい、こんな感じでね、形状も台形というんですかね、こんな感じになっております。はい、で配線もね、すごくシンプルですね。本体からは1本しかケーブル出てないので、まあ、これがですね、純正ミラーとして、パッと見える風になるんじゃないかなって感じですね。で、先ほどのね、ステーですね、こちらにですね、一応、まあ、こちら側が天井部分につくんですけども、ここにね、空洞の部分がありますので、配線がね、外に見えない工夫がすごくされているので、これがね、マックスウィンさんのすごいところなんですよね。やっぱりどうしてもね、フロントの上の部分ですね、配線が見えちゃう状況になるメーカーさん多いんですけど、マックスウィンさんのステー、これね、配線を中に通して見えなくする工夫がすごくされているので、これ私がね、一番お気に入りな点ですね。ミラーごっそり変えるタイプはね。まあ、商品の、内容的にはこんな感じなんですけども、あとですね、オプションですね。まあ、今回40のアルベル用のね、ステーとして、送っていただいた商品が、まあ、これね、2つあるんですけど、多分、これ、さっきのやつがどこ行ったか、これか。
これが付属してた分で、で今回ね、アルベル用の やつで送ってくれたやつがあると思うんですけど、若干ちょっと長さが違いますね。本当に若干ですけどね、気持ち長さが違います。で、長さの違うタイプがもう1個ありますので、まあ、こちらもここですね、ここの部分で分離できますので、まあ、ここでね、使い勝手のいい方かなを使うような感じかな。いろんな選択肢がありますので、まあ、つけられないことはないっていうことがこれでわかりますよね。で、あとね、マックスリンさんのご好意によってね、今回リアカメラのカバーですねっていうのもあるということなんで送っていただきました。で、これ何をするかっていうと、カバーをそのままむき出しにしてても全然問題はないんですけども、やっぱり映り込みですね、昼間のガラス製の映り込みがどうしても、カメラで捉えてしまって、若干周りの風景に邪魔をすることがあります、昼間はね。で、これをね、カバーで覆うことによって、まあ、本当に映り込みがないような工夫がされてますので、これをね、カバーにかぶせて、で配線こっから出して、で、まあ、一応こう両面テープで貼るようになってますので、まあ、これはね、お好みで、オプション設定でありますので、まあ、気になる方は購入していただいてもいいかなと思います。まあ、一応取り付けしてからね、こんな風になりましたよという感じ、まあ、後ろ、車内からパッと見てカメラが丸見えにならないっていうね、メリットがありますので、まあ、そういった意味も含めてね、送っていただきました。まあ、商品に対してはね、これぐらいなんですけども、まあ、これからね、取り付けしていくんですけど、次のシーンはですね、まあ、取り付け後の様子になって、まあ、その前にね、要所要所、ここはこうしましたよ、ああしましたよ、みたいな感じで、ご説明のシーンをね、入れたいと思います。ではですね、今から2時間、3時間かかると思いますけども、やってみたいと思います。はい、途中経過なんですけども、ちょっとね、今気温が30度ぐらいにまで上がってきて、さすがにね、つなぎ着てはできなかったんで、ちょっとね、つなぎ脱がしていただいております。で、今からですね、40の取り付け方法のちょっと要点だけでね、ちょっと動画で お伝えしたいと思いますので、まあ、40通りの方はね、これ参考にしてください。で、まずですね、こちらミラーをね、取り付けしました。これですね、まあ、まだ今テスト段階なんで全然なんですけど、まずね、ミラー本体の取り外しなんですけど、こちらのカバーですね、2分割できるようになっております。ここにね、境目がありますん で、これをね、ここ指入れてもらって後ろに後方に引くと簡単に外れました。で、この大きいカバーですね、この大きいカバーは前方に押すと簡単に外れました。で、純正ミラーはですね、トルクスネジですね、ちょっと星型のネジですね、で止まっておりましたんで、その工具が必要ですね。で、それを、まあ、普通に、プラスネジを外す感覚で外してもらって、で、付属のね、マックスウィンさんのもともと入ってる付属のステで取り付け、問題なかったんで、オプション購入する必要は、40に関してはないかなというのを感じました。で、ステに関してはね、ホームページとかで、まあ、いろいろ載ってますので、そちらでね、確認していただいて購入するしないをね、判断してください。ね、40アルベルに関しては、付属のもともとね、セットに入っているものでそのまま使用できましたんで、購入の必要はないかなという感じですね。で、まあ、あとはね、プラスネジでこれを固定して、で、中配線ですね、ステの中ちょっと見にくいんですけど、ステの中に配線が入りますので、配線がね、もう完全に天井の方まで行ってるんですよね。だから配線が全く見えない状態になっております。で、あとですね、カメラ接続して、動作チェックも確認できましたんで、これで問題ない状態ですね。で、あとですね、電源の取り方なんですけど、ここですね、まずこの天井のカバーですね、ここにね、爪が3箇所4箇所ありますので、これをね、ここですね、これを押しながら下に引くと簡単にこうやって天井が外れますので、外すとね、ヒューズボックスがここにありますね。で、最初はね、これこういうカバーがついてますので、どこのヒューズが何に対応してるかっていうことがありますので、ちょっと今ね、画像を差し込ませていただきますけど、こちらがですね、常時電源で、こちらがですね、アクセサリー電源ということで、こちらに接続しております。で、配線の出てる方向きが一応ね、どちらでもいいんですけど、万一のね、過電流流れた時にヒューズが機能するようにするには、こういう風につないでください。まず常時電源に関しては、配線が出てる方を右側
で、アクセサリー電源に関しては、こちらですね、配線が出てる方が左側になるように差し込んでください。まあ、どちらでもね、一応機能はするんですけど、万一の時にね、こちらのヒューズが飛んじゃうとか、ちょっと車両側に問題があったらダメなんで、一応こちらにもプラスマイナスがありますので、電気が流れてる方、テスターでチェックしたところ、常時電源に関しては右側に配線が出てる方を差し込んで、で、アクセサリー電源に関しては左側に配線が出てる方を差し込んでいただければ問題ないと思います。で、あと、アースですね。アースはここのボルトですね。ボルトを止めていただくだけで OK です。で、後の作業に関してはね、30同様ですね、もう後ろに配線はわしていくだけなんで、ここはね、30の動画を参考にしていただければと思います。ではね、続きやっていきたいと思います。次は完成の動画です。はい、ではですね、一応仮止めというか、仮付けができましたんで、ちょっとね、取り付けた内容をね、見ていきたいと思います。まずね、先ほど言ったところからですね、一応フロントカメラですね、あとはここの配線処理をどうしようかなって感じなんですけど、一応ね、配線隠すカバーはあるんですけどもね、どうやって固定しようかなって感じですね。で、一応ね、ここに配線が全部天井裏に隠れてまして、で、今回ここのピラーですね、外す必要なかったですね。もう普通に隙間に埋めていって、ちょっと逆光で見にくいかな。で、あとはね、ここのウェザーストリップを外しながら、ずーっと後ろですね。ずーっと後ろに合わしていって、ずっとですね。で、この隙間にね、配線を埋めていったって感じですね。特に、こういったカバーを外す必要もなく、内張り外しを差し込むと隙間ができるので、その間にケーブルを入れていくって感じですね。で、ずーっと後ろまで行きました。はい、後ろに回ってきたんですけども、前から来た配線ですね。ずっと、ここの隙間に入ってきまして、で、ここで折り返して、で、この隙間ですね。この隙間にもね、手が入りますので、ここからケーブルを入れていって、で、ここですね、天井の部分、ウェザーストリップを外していただくと、簡単にこれ引っ張れば外れますんで、外していただきます。で、あと、これね、天井部分、押し下げるとクリップ外れて、こういうスペースができますので、スペースを確保してください。もうこういうね、クリップで止まってるだけなんで、これはもう、はめるときは、バチンとはめるだけなん で、下に押し下げるとこれが外れますんでね、作業スペースが確保できます。で、今までね、ここのブーツに配線を通すのが大変だったんですけど、今回ね、40に関してはここのゆとりがかなりありますので、ここ外すとね、ちょっと面倒くさいので、ここ外さずに一回やってみたんですけど、一発で配線通りました。で、こっちからね、配線通しを通してもらって、で、配線通しの頭が下ですね、ここからこの緑の穴から出てきますの で、そこに配線通しの引っ掛けをケーブルつけて、ね、引っ張って配線を引っ張り出すと。で、リアカメラはこうですね、一応ワイパーのかかる部分に一応設置しました。だいたいおよそ真ん中ですね、ど真ん中ではないんですけども、ワイパーがかかるところを考慮しながら、若干、向かって左かな、車両でいうと若干左側になるんですけども、画角は結構広そうなイメージがありましたんで、まあ、ど真ん中にする必要ないかなって感じなので、一応ね、カメラここで固定しております。で、あとはこちらに配線を入れて、で、フロントから持ってきたケーブルと合体して完成って感じですね。で、あとはもうここにね、カバーはめて、カバー若干挟み込みでいけるんであればいきますし、浮きが出るんであればちょっとカバーをね、カットしなければいけないかなと思うんですけども、まあ、一応ね、流れ的には特に難しくなかったです。まあ、30の動画見てもらえれば、あの配線の通し方、ほぼ一緒だったんで、まあ、一応概要欄にね、30の、デジタルインナーミラー取り付け動画ね、貼っておきますので、まあ、リア、フロントからリア、持ってくる配線の仕方、まあ、それを参考にしてもらいたいのと、若干変わってたのが、スライドドアのね、ここのね、ウェザーストリップですね。ここがね、クリップが固定されている部分がありましたので、ちょっとね、スライドドアの天井部分、小さいね、プラスチックカバーがあるんですけど、それを押し下げることによって、ウェザーストリップが外れると。まあ、ここみたいにね、引っ張れば簡単に外れるって感じじゃなくて、カバーでね、固定されているようなイメージがありましたんで、カバーを押し下げて、カバーを外して、手前に引っ張るというイメージですね。イメージでやっていただければいいかなと思いますね。まあ、取り付けに関してはね、本当にざっくりなんですけど、こんな感じなんで、わからないことあればですね、ぜひコメント欄からご質問ください。はい、無事にですね、取り付け完了しました。作業時間にして大体2時間から2時間半弱ぐらいですかね、でかかったんですけども、特にね、難しかったところとかっていうのはなかったですね。逆に、まあ、40になってからリアのね、ケーブルの通しやすさっていうのがありましたんで、まあ、ちょっとカバー関係外すこともね、ほとんどなかったんで、結構ね、楽にできました。ではね、実際に画面の方をタッチして触っていきたいと思うんですけども、まずね、今リアの映像が映っております。
で一応ね、上下にすることによって、カメラはね物理的に360度ぐるぐる回すことができるので、ある程度の場所をね調節していただいて、であとはこちらのモニターの方でね微調整、実際にね、道路走った時に自分が見やすいところでね、こう位置決めしていただければいいかなと思います。で、これ画面をね、左右にスライドすることによって、画面が切り替わりますね。今フロントに変わりました。でもう一回触ると2画面ですね、リアとフロントね、一応両方打つようにもなりますので、まあ、これはね皆さんの見やすいところを使っていただければいいと思います。で今回はですね、まあ、GPS も内蔵しているということで、時刻表示もね、正確に表示されております。これがね今撮影時間になるんですけども、であと、まあ、GPS がついているということで方角と速度ですね、こちらの方も表示されますので、今停止しているときはね方向関係なく北っていう表示されてしまうんですけども、実際これ走り出すとですね、しっかり方角が変更、まあ、東西南北と南東とかね、まあそういう細かいところまで出てくれるのと、速度表示も出てくれますので、まあ、実際にねこれ今まで私使った中でこの速度っていうのが車の速度と結構ね相違点がありますので、実際どっちが正しいのかっていうのはね分からないです。まあ、ここの速度をね過信するか、スピードメーターを過信するかっていうのは皆さんのね感覚でお願いいたします。ではねリアの方もねカバー取り付けしましたね、見てみたいと思います。はい、ではねリアの方3列目からねちょっと見ていきたいと思うんですけども、これですね一応カバーですね、カメラのカバーがついたことによってちょっと純正の感じも出ましたよね。純正確かこの辺でしたっけね、なんかここにありますよね。まあ、下をつけることを考えたんですけども、配線の長さがね、まあ余裕はあるんですけど取り回しが大変だなというのがありましたんで、あえて私はね定番のここの部分ですね、若干ね、車両で言うと左側、まあ画角で言うと右側に振ってるんですけど、これはですねワイパーのかかる部分をしっかりね、把握した上で、まあ、雨の日ね、水滴がついているのにワイパーがかからないところにカメラつけちゃうとちょっとね面倒なことになりますので、できるだけワイパーがかかる位置をね、探してここに取り付けしました。でここにカバーがついて、ね配線ねちょこっと見えてますけど、このね、カバーが化粧カバーがあることによって、まあ、すごくすっきり、なったと思います。ではですね、これからお昼の映像で夜の映像ですね、実際の SD カードを記録された動画を見ていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それではですね、SD カードの実際の映像を皆さんと見ていきたいと思います。まずね、お昼の部分からなんですけども、お昼のフロントですね。まあ、見てもらった通りですね、画角が結構広いなっていう印象が、パッと見で、わかると思います。で、実際にこれ見えてる映像っていうのが、ミラー越しに見えてる映像と全く同じですんで、まあ、ミラーよりね、やっぱりこれ画面をね、大きくすることによって、今、前の車のナンバーははっきり見えておりますので、まあ、すごく見やすいですよね。でこの日はねちょっとあいにく曇りがね、曇りの天気だったんですけども、やっぱりそうなので、ね、雲の存在、まあ、青空がね少なかったっていうのもあるんですけども、雲の存在もはっきり見えてますので、まあ、フロント 2K ね最大で 2K というね表記がありましたんで、まあ、これぐらいの画質だったら十分かなっていうのはね個人的な意見ですね。ではですね、気になる LED のね、信号の点灯状態をちょっと見てみたいと思うんですけども、信号が右側と左側に見えるんですけど、青の信号ですね、点滅しているようには見えますけども、実際にはですね、スローにすると消灯している時間っていうのがほぼありませんので、まあ、万一の事故の時でもですね、青、赤っていうのははっきり見分けがつくと思います。まあ、私はね点滅することがダメだっていうね認識だったんですけどもね、どうやらね点滅すること自体は別に問題ないみたいですね。要は、全く消灯 してるかしてないかというところが重要になってきます。それではね画面左下の表示について見ていきたいと思います。まずねマックスウィンさんのロゴがあって、その下にその日の日付ですね、秒単位まで GPS が受信しているので表示しております。でまあ、GPS があるということで、緯度、経度ですね、位置情報がしっかり座標が出ておりまして、でその横に、まあ、0キロと今止まってますんでね、速度表示が表示されております。
で、ここの速度表示はさっきテロップで入れさせていただいたんですけども、確認したところ、こちらの方がね、3キロ遅い表示になっております。で、スピードメーターですね、車のスピードメーターが60キロの場合は、こっちが57キロという表示になっておりますので、まあ、ここはね、どっちが正しいかっていうのは正直わからないですね。で、車を動き出すとですね、こういった速度表示もどんどん上がっていって、まあ、こういった感じで、記録されていくと。で、万一ね、事故を起こした時に、どういったスピードを出してたかっていうのも、このレコーダーの方から、出てきますので、まあ、自分がもし悪かった場合にはね、言い逃れできない状況になりますので、皆さんね、スピードだけは気をつけてください。はい、それでは続いてですね、お昼のリアの映像を見ていきたいと思います。でカメラの位置が若干ですね、車両の左側に設置しておりますが、まあ、こうやって見ていただくとですね、ほぼほぼカメラの位置っていうのがど真ん中に見えるんじゃないかなと思います。まあ、特にこれはね、問題なかったので、まあ、ワイパーの位置をね、気にして取り付けした方がいいかなって感じですね。で、後ろに車が停車しましたけども、ナンバープレートもね、まあ、お昼ということで、はっきり見えております。まあ、画角もね、結構広いので、やっぱりね、物理的な鏡だけのミラーっていうのをね、しばらく使ってたので、もうこんだけね、視野が広がると、後方のね、安心感っていうのをね、すごく手に入れた気分になりました。はい、お昼の映像はね、本当に良かったなと思います。ではね、続いて夜の映像なんですけども、まあ、ある意味ね、ここがメインになってくると思います。で、街灯とかね、信号機とか見ていきたいと思うんですけども、まず信号の点滅がね、昼間と違って、あまりこう点滅してる感はないかなっていうのを感じますね。で、まあ、街灯にあるね、光が近づいてくると、若干にじみというかぼやけが出るんですけども、これは全然許容範囲かなと思います。で、お店の看板とかもね、はっきり鮮明に映ってるし、看板に書いてある文字もね、読み取れます。では、ここでね、HDR の性能を見ていきたいと思うんですけども、前のね、白い車の白いナンバーにヘッドライトを当ててるんですけども、はっきり読み取れますね。あえてね、数字は読み上げませんけども、まあ、初心者マークまでね、はっきり見えてますんで、まあ、初心者マークはね、色がついてるから映るのはわかるんですけども、ナンバープレートね、本当に鮮明に映ってると思います。で、向こうの方にね、赤い信号であったりとか、街灯がずらーっと並んでるんですけども、これもね、本当に綺麗に映ってるなーっていう感じがすごくしております。ではね、私のね、一応、いつものドライブレコーダーのレビューするときに通るところですね、の右側にね、エネオスが出てくるところがあるんですけども、そこのエネオスのね、天井部分に LED ランプがすごく散りばめられた配列の電気がありますので、それを見ていきたいと思います。で、そこはですね、ポイントとしては一つ一つの LED がしっかり映ってるか、で、粗悪なね、ドライブレコーダーになるとその一つ一つの LED が全然見えなくて一つの塊の光にしか見えないんですけども、そこをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まもなくですね、右側にエネオスですね、若干オレンジの看板が見えてきましたけども、ここのガソリンスタンドのね、天井のつぶつぶのたくさんある LED を見てください。これすごいですよね、一つ一つの電球がはっきり見えております。これはね、なかなかないですよ。全然にじみもないですもんね。で、まあ、こうたくさん街灯とか LED 信号とか看板とかあってね、明るいエリアなんですけども、もうほんと一つ一つのね、光が鮮明に撮られております。ザ・メシアもありますね。では続いてですね、リアの夜の映像を見ていきたいと思います。まず停車中のね、後ろの車のナンバープレート、特にね、大きな、まあ、向こうのね、ヘッドライトが照らしている分だと思うんですけども、それでもね、鮮明にナンバープレートは読み取れました。で、青の信号はですね、リアカメラが捉えてるんですけども、昼間に比べて点滅のね、速度がかなり遅い印象です。もう一回ね、信号出てくると思いますので、見てみたいと思いますけども、あ、今、あれですね、矢印信号とかも全然点滅してなかったですね。リアの方がフロントより、その、LED 信号に関してはちょっと強いイメージなんですかね。ちょっと、フロントはね、画質を上げすぎてるのかなーっていう感じで、フロントの方が画質いいはずなんですけど、個人的な意見としては、リアの方がなんか鮮明に見えてる感が否めないですね。ではね、先ほどのね、エネオスのところ、シーンを見てみたいと思います。ではね、左側にエネオスが出てきますので、またね、天井の方を注目していただきたいと思います。あ、もう明らかに映ってますね。一個一個がね、綺麗に映っております。
こんだけ離れてもね、一つ一つの LED のランプが見えてますので、まあ、フロントリアともにですね、若干その画質の差はあるといえども、個人的にはね、やっぱりこう、リアの方が鮮明に映ってるような気がしますね。まあ、やっぱりね、常に運転中っていうのはリア映像を画面にね、液晶に映し出しているので、まあ、本当にね、満足のいく一台だと思います。はい、ということでですね、お昼の映像と夜の映像をね、続けて見ていただきました。ね、皆さんの目にどう映ったかっていうのはね、ぜひコメント欄にいただきたいんですけど、私の個人的なね、意見を言わせていただくと、まあ、前回も30の時にね、マックスウィンさんのデジタルインナーミラーのドライブレコーダーが付いてるタイプをね、まあ、ミラーごっそり交換するタイプを使わせていただいてたんですけども、まあ、それはそれでね、すごく満足してて、特に不満点はなかったんですけども、まあ、今回ね、夜走ってからさらにね、まあ、マックスウィンさんの商品、また進化したなっていうのをね、痛感しました。やっぱりね、夜のね、その、明暗ですね、暗いところと明るいところの差が、どうしてもこう、光の境目が滲みが出てるというか、ぼやけが出たりするんですけども、今回ね、ミラー越しにそれが全く目に映らなかったっていうのが、すごいなっていうのを感じて、やっぱりこう、純正品のね、インナーミラーも、やっぱり、ね、メーカーのものだから、ものが良くてね、綺麗だなとは思ってたんですけども、まあこれね、忖度なしにね、メーカーのトヨタのやつより画質は間違いなく上行ってますんで、でなおかつね、ドラレコとして機能してるっていうことは、やっぱこう、メーカーオプションでね、デジタルインナーミラーつけても、ドライブレコーダー別途ね、買わなければいけないっていうことを考えると、だったらそのお金で、このマックスインさんの商品を買ったらいかがですかっていうのが私のね、最終的な結論に至りました。まあ、今回の商品はですね、本当に私自身持ってね、お勧めできる商品なんで、まあ、これから車購入検討するか、されてる方、ね、まあ、契約を今ね、進めてる方、で、オプションに悩んでる方ね、まあ、ちょっとね、メーカーの、インナーミラー、まあ、ちょっと置いといて、ちょっとね、今回の動画をよく見ていただいて、さらにね、ちょっと検討していただければと思います。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また、LINE グループへのご招待もゴールドクラス以上で行っておりますので、ぜひね、下のメンバーになるというとこからチェックしてみてください。また動画の配信、ライブの配信は X を通じて皆さんにお伝えしておりますので、X のアカウントをお持ちの方、ぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。これで安心を手に入れました。